さあやっていきましょう。もしも大谷くんですね。もし賞と略してます。あ、もし賞なんだ。はい、すいません、音声のタイトルは「もし王」にします。ちょっと言いにくいなと思って SHO もし賞。今のところ3試合連続ホームランを放ってます、この化け物大谷。よくこの能力でそんなバカバカ打つよな。センスです。先生です。打率6割9分2厘って何？どのパープロ君にも言いますけどね、このパープロ君にはね、呼びましたね、呼びました、呼びました。なんでお前じゃねえよ、出てけ、出てけ、出てけ、消え去れ。前回スクイズ失敗しました、この男。消え去れ、この野郎。なんかちゃっかり丸領とか持ってんだよ。熱戦が続く。花巻、あ、大谷さんのね、そうだ、そうだ。母校花巻東。なんかここ見たことある。なんか高校のユニフォーム見たことある。甲子園大会へ向けさあ母校を粉砕するのか大谷翔平。あ、よかった、相手強くないわ。花巻があんま強くないってなんかすごいな。花巻東もあるのかもしれないね。あ、だって今日大谷さん1番じゃないの。あ、間違えた。宮本148キロの DD スライダーシンカー。あっちも大谷出してきたら面白いのにな。菊池雄星とかいても面白かったけどな。青木秀明、内田、宮本武蔵、松岡修造、安藤康弘、青木康弘、川口義弘、金子隆之、高橋由伸、川上健志、山本由伸、佐藤俊雄、高木圭一の3金城ですね。ランナーだあれ中山、走力 A 強ー。盗塁 D でも走りますよ。宮本なんてちょちょいのちょいやで危ねえ。まず牽制士をどっかで見たことから。牽制士って本当に怖いけど、こっちからは何も言うことできないよね。牽制士が怖くて盗塁のサイン出せないなんてことはないからな。俺人生で一回も牽制士になったことはありません。なんだって牽制リードの短さ。さあ次の投球。横に倒れたらすぐにベースがタッチできるみたいな感じの。なるほどね。盗塁はでもそこから成功すると。盗塁しません。盗塁できないタイプなのね。足はその時はそこそこ速かったけどね、4番バッターみたいな仕事してた。なるほど、俺盗塁しません。はい、大谷またヒット打ちました。素晴らしい。ホームランを黒田さん。いいですね、牽制側に活躍してくるのはね、嬉しいです。こっちからはお前まずバランサーだな。今日は来なかったけど、大谷が次注目選手に来たらね、見ようと思います。投球ちょっと長くなっちゃうけど、大谷が主人公だからね。そう、打撃見たいし、優先あれ優劣があるよ。まず大谷翔平、はい黒田、はいはい、転生帯宮城ちゃん、渡辺、その後の3個ぐらい下にパワプロ。パワプロ、まずあいつベンチだからね。満塁だったら出してやりたい。満塁男が本当に強いのかを検証してやるよ。さあノーアウト2塁で攻撃ですよ、千葉隆史。この千葉っていうのをね、知ってる人が知ってるということは、ルムさん千葉県民ですねみたいな人来るんですけど、そんなことはないです。千葉テレビは東京でも映りますね。それでも知らないんだけど、千葉テレビ見ないのあなた。見ないよ、見てるよ。聞いたことねえよ。昨日の千葉テレビ見たとか聞いたことねえわ。何やってんの。ロッテの試合とか。ああ、それは見るからね。もしこれでワンアウト。番組なかった。二塁変わりません。なんか見てるとき打たないな。チャンス G だし、高山君。さあ究極の思考が。広角なフォーを覚えた中山と見せかけた中山です。第2球投げた。中山でストライク。早くも追い込まれています。バキとかに出てきそう。第3球を投げた。うまい広角打法。ただここはちょっと定位置すぎますね。ナイスタッチアップ。2番の黒田さんがここはホームラン狙いますよ。活躍してくれ、頑張れ。言ったでしょ、黒田さん一発はあるって。打率は低い、打率は低いけどパワーあるんだ。あるんか、ある。 CB です。いや素晴らしい。これ1点。ちなみに高校にはないものがありますね、転生という力。転生という名の暴力。渡辺ホームランいらないな。谷君みたいわ。渡辺君全然打たない。どんだじゃしょうがねえんだよ。極み高校の転生というシステムってさ、まだ生きてる人もいるのにさ、ほぼ生きてる人がいるのにさ、転生ってなんていうなんて非道なことをよくよく考えるとね。応援が徹底してないやないかい。今日2打点を挙げています。第9、一塁ランナー上げた。ボールを2塁へ送った。さあ大谷翔平の出番まで大事な場面で盗塁を決めました。またホームラン打っちゃうんですかあの人。投げた。いいバッティング。風よし風よし、オッケー。黒田さんいいバッティングしますね。よしよし、素晴らしい。渡辺バントだ。負けた高校強くない？なんかさ、もう一個やってるさ、なんとか高校ってやつ強くないですか？さあ、ノーアウトランナー二塁という場面で、なんとか高校はダメなんだよ。今はそういう時代もある。第9。やっぱね、波があるからね、極み高校も。牧田高校も。牧田高校は今ノリノリですよ。第2球。いつか当たるから。外れた。もう。牧田オールスターズだ。ここで送ってきました。これはピッチャー正面に転がる。牧田オールスターズ点数を見ただけで強そうだよ。強いよ。黒田一郎、大谷っていう。なおもチャンスが続きます。今後もこういうシリーズやるのはダルビッシュとかも出るかもしれない。さあ、翔平よ。またしかいないんだ。お祭り男使っちまえ。さあ、お祭り男の本領。ショータイム。犠牲フライという指示でホームランを出せよ。犠牲フライという名のホームラン。投げました。え、いらないいらない。危ねえ。今拾った。投げました。見逃してきます。今考えてます。犠牲フライってどうやって打つんだっけ？スタンド越せば犠牲フライになるかな。難しいな。絶好調だ。消えてる。強っ。次は4球目。これは犠牲フライ。打ちました。詰まった。本当に犠牲フライ打った。本当に犠牲フライ打った。犠牲フライって打撃に響かないんだよね。あれ響くんだっけ？さあ、代打です。田中です。打ち気確認。お、待ってます。これ勝ちですね。代打です。どっちがいいでしょうか。ヤビちゃんだろう。クソプロ君いらんわ。代打は小山。小山びやびだよみんなの大好きみやび、ここにいますよ。ぜひ現地観戦してね。バッターの広告塔なんで。パープル君に落とされてます。二塁へ牽制を送ります。女の子ということをバレたくなければ俺の彼女になれと言われて彼女になってます。今ヒットかヒットかヒット安定かヒット安定だし、ナイス。これによってパープル君よりも優越が変わりましたね。あれはヒットの H じゃなくてパープル君がうへへエッチなこともしちゃおうっていう H です。死んだ方がいい。どうせ言ってねえんだろ。で魔物発動してんのにさ、三振とか開くことするんやろ。もう目に見えてわかる。何こいつお祭り男とか。今ね、みやびちゃんが視界内にいるからね、弾道上がってます。あ、マジで。あ、そういうなんバフがすごいですね。肩越しにアウトコースでね。パープル君まだ1球も振っていません。第5球投げた。打ちました。ロングバリー。さすがのパープルもな。さすがに魔物に救われて。もうみやびちゃんはヒットを打ったのにパープル君は5、6回。そういう男です。もうそういう男。今のところ本当に何も活躍してないよ。この牧田高校第2シリーズ始まってから。まだ主人公のサクセス始まってないから。サクセス始まるの大体2年生からだからさ。そうか、まだね。俺の名はパープロ。この牧田高校にやってからまだベンチの。なんちゃらこじゃなくて自己紹介してます。将来はプロ野球選手になるんだいっつって。パープロ走るか走らない。走りなさい。あれポルトガチやん。大谷のね見る機会がほぼないという。強すぎて。そうね。一応スタミナ上げます。だってまだ70球しか投げてませんもん。70球だってよ。甲子園からが本番かもしれないなこの大谷は。第9。また強敵呼んでこいや。ほらうずうずする。決めてきました。マジで強い。3試合連続コールド回このままいったら。これがしたいんだけどな、清見高校でも。第3球は投げた。見送ってストライク。ワンボールツーストライク。最悪。追い込んでいます。厄年です。次は4球目。そうだね、マジでそうだね。投げた。はい、ゴールのサイド。ピッチャーセカンド誰だお前。こいつすごいんですよ、鈴木圭介。全部の守備位置できるし、全部の守備力が SC っていうね、強いんですよ。左利きなんですけどね。第9。大谷君の投球の安定感やばっ。普通にもうなんか黙ってたら勝手に抑えるなと思ってます。投げました。あ、おっと出た。やりました。150キロの高級は痛いぞ。肩出し。さあここはゲッツー体勢を。あ、デッドボール受けたことあるの高級で。あるよ。どうだった？背骨がなくなったかと思いました。第2球投げました。決まったストライク。背中に受けたんだ。うまい受け方したんだね。俗に言う。いや投げました。そうでもないと思う。そうなの？背中で受けるのがやっぱいいんじゃないの？これ奇襲奇襲って何？ピッチングマシーンいじってて、じゃあちょっと四球試し投げするよって俺後ろ向いてたら俺のとこにぶつかった。あ、ピッチングマシーンなのね。デッドボールじゃないし、しかもデッドボールじゃないんだ。試合中に120キロ当てられたみたいなないんだ。全力でよけた。なるほどね。それはやっぱりね、あ、一回九死に一生があったね。九死に一生ってバットのグリップの根元に当たって怖っ、指がなくなる。危なかったね。骨折案件じゃんそれは。ちなみにそれフェアゾーンに入りました。練習中だったけど。よし、おいおい、こりゃ強いぞ。名前も変えようぜ、勝ち刻みしようぜ。黒田さんいいですね。ありがてープレヒッター。じゃあ転生育成チームですから強豪になれ。なんねえな。